ヨーロッパ、イギリスで変異種というニュースです。ここからは感染制御学がご専門、東邦大学小林寅てつ教授にお話を聞いていきます。小林先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずこの新型コロナウイルスの変異種というお話なんですが、変異というのをちょっとおさらいしておきますと、まずイギリスのジョンソン首相はこう言っています。既存ウイルスよりも最大で 70% 感染力が強い可能性がある。また同じくイギリスとハンコック保健省は、残念なことにこの変異種は制御不能だとまで言っています。でこの変異っていうのも我々、よく聞くし、普通に、分かるよなというイメージはあるんですけども、ちょっとおさらいしますと、ウイルスっていうのは自分で自分のことを増やすことができませんので、例えば新型コロナの場合は人間の体の中、もっと言うと細胞の中に入って、そして増えていくと。でこの増えていくという中で自分の遺伝子情報というのを、コピーしていくんですけれども、ここで全部がうまくいかない、コピーミスというのが起きると。遺伝子情報がそのまま書き換わらずに一部間違って書き換わってしまった。でこのいわばコピーミスというのが変異という、これはもう皆さんもご承知のことだと思いますが、ただここで小林先生、その変異があるっていうことは我々ある種常識としてもこう把握してるんですけども、今回この 70% 強い変異種が出てきたっていうイギリスからのニュースは、これはこれまでの変異と違うんですか？そうですね、今までの変異と、基本的には同じと考えていいと思うんですが、ただある意味ですね、少し感染力が強いという表現をしていますので、やはりその相当広がりを見せているウイルスだということは間違いないと思います。でこの、新型コロナウイルスだけではなくて、インフルエンザとかですね、いわゆる RNA ウイルスにこういう変異というのはよく起きるということが一般的なんですね、はい、でこれはある種 そのウイルスの進化の過程であるということで、種の保存をしていくための一つの進化の過程であると。でということでですね、このウイルスのいわゆる抗原性とか性質ですね、これまでが変化するような大きな変異ではない。ただこのような変異した、ウイルスが、広く感染で広がっているということが今の事実だということですね。